将来やりたい仕事は何ですか？世の中には様々な仕事があり、数多くの分野で人々は働いています。私たちの生活にとても身近なものづくり産業の仕事を見ながら、未来の自分が働く姿を思い描いていきましょう。日本にはどのような産業があり、人々はどんな仕事をしているのでしょうか。私たちの暮らしはたくさんのものやサービスに支えられています。ものを作る農業、工業、製造業、サービスを提供する運輸業、商業、金融業など様々です。それぞれの産業は毎日ものやサービスを新しく生み出しています。国内で新たに生み出された価値を GDP 国内総生産と呼び、2018年度はおよそ550兆円、このうち製造業が占める割合はおよそ 20%。 国内で作り出された付加価値の5分の1はものづくり産業によるものです。これは次に続く小売業や不動産業に対しほぼ倍近くになっています。また日本の労働者およそ6500万人中1000万人以上が製造業で働いています。ものづくり産業は日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではないでしょう。それでは岩手県の産業を見ていきましょう。歴史的、地理的に県内それぞれの地域で特徴ある産業が発展してきました。盛岡市を中心とする県央地域では大学や病院、県庁や国の機関が集まっていることから、通信、IT、情報に関する産業が発展、サービス業や医療系の製造業での開発や設計も進んでいます。県南地域では南部鉄器など伝統工芸の歴史を受け継ぐ一方、現代では工業団地に企業や工場が集まり、自動車、半導体関連産業などものづくり産業の中心地となっています。沿岸地域は古くから鉄鋼、製鉄関連が盛んで、海の恵みを生かした水産加工業も歴史があります。県北地域は縫製業の企業が多く、鳥など食肉加工の食品製造業も発達しています。実際に様々な企業で働いている人はどんな仕事をしているのでしょうか。世の中にあるすべての職業は仕事の内容によって大きく分類されています。事務職、販売職、専門的技術的職、サービス職、輸送機械運転職、農林漁業職など11種類。さらに細かい分類では、例えば専門技術職の医師、サービス職の理容師、輸送機械運転職の電車運転士など多くの職業があり、職業名ではなんと1万7000以上になります。仕事の中身がわからないと自分が働くイメージが湧かない、そんな人も多いのではないでしょうか。物やサービスを作り、お客さんに届けるまでの仕事を、ものづくり産業を例に見ていきましょう。製造業と聞いて工場などで機械が動いている生産現場の仕事をイメージするかもしれません。しかし物を作るだけではなく、製品がお客さんに届けられるまでにはたくさんの職場や仕事があります。会社の経営者と一緒に会社の戦略や計画を立てるなど、マネジメントをする経営企画、社員の採用や給与、工場、建物の管理など会社組織を支える総務、新しい商品とその販売方法を考える商品企画、商品や製品をお客さんに紹介しサポートする営業、お客さんのニーズを分析して新しい商品や製品を企画する研究・開発、商品や製品の具体的な形、大きさ、材質などを決め図面や数値に落とし込んでいく設計、製品を作る前の機械、人員などの準備をする生産技術、必要な設備や製品作りに使う部品などを他の会社から仕入れるなどする調達、製品の製造からお客さんに届くまでの計画を進めて管理する生産管理、
調達した原料や材料、部品などを会社まで運び、作った製品をお客さんまで届ける物流。このように会社によって多少の違いはありますが、ものづくりの会社には専門的な知識や技術、資格が求められる仕事がある一方、普通科や文系の学校出身者が活躍できる仕事もたくさんあります。製造業の国内総生産額が他の産業より高く、働く人数が多いのは多種多様な職種がものづくりに関わっているからなのです。将来どんな職業に就きたいか、どんな自分になりたいかを考えるきっかけになりましたか？ものづくりって面白そう。そんな興味を少しでも持ったら、ものづくりの世界であなたが輝ける場所がきっとあるはずです。次に、ものづくり産業、IT 産業、食料品製造業を例に、産業別の特徴を見ていきましょう。